生鮮まんじゅう、生鮮まんじゅう、神前饅頭、生焼きまんじゅう、焼き小籠包とは、ひき肉の具を小麦粉の皮で包んだパオズを鉄板で蒸し焼きにした点心。中国の上海料理である。日本ではあまり知名度が高くない料理であるため、日本での料理名は定まっていない。上海、スープ入り焼きまんじゅう、入り焼き、パオズ、上海焼き豚まん、焼き小籠包など、様々な呼び方で紹介されている。生鮮まんじゅうと小籠包は、本来調理法の異なる別の料理であるため、中国や台湾で焼き小籠包のような呼び方はされない。日本語の漢字から読むと、生焼きまんじゅうになる。中国語の発音から読むと、神前饅頭でもよい、サーンジーメウドでもいい。神前饅頭は中国語の普通話、ピンイン、シェンジアンモンのカナテン社、サーンジーメウドは、上海語の発音。また、料理法の面では、普通の小籠包とほぼ同じ蒸して、さらに、焼くのような漢字がいて、焼き小籠包とも言う。中国語での饅頭とは、中に餡を詰めない蒸し肉まんのような食品を指す言葉である。本来、生鮮まんじゅうのような餡を小麦粉の皮で包んだ点心は、パオズ、パオズ、または、包み、パオ、設備語と呼ばれている。上海を含む江南地方の呉語では、あんを入れた料理も入れない料理も呼び分けずどちらもまんじゅうと呼んでいるため、生鮮まんじゅうという料理名がついた。現在の中国語で、鮮は焼き餃子、目玉焼き、鉄板焼きなどのように油を引いた鉄板で焼く料理法を意味する。上海語などの呉語や福州語では、この調理法を生鮮と呼ぶ。この料理は地域によって異なる料理名で呼ばれている。冷えてしまった肉まんを焼いて温め直したのが始まりと考えられ、起源はたどりようがないが、左官などでわざわざ焼いて出すために作るようになって、100年以上の歴史があると言われる。上海では1930年代にすでに多くの店で提供していたが、ラ・ハル格のものが特に名高く、当時は鶏肉で作るものも好まれた。また、蘇州では、1911年に開業した、クレーン左官のものが名高かった。現在、上海市内で著名な専門店には、チェーン展開する、豊有機鮮のほか、親木生鮮、大今朝、大坪春、清水、飛龍生鮮などがある。生鮮まんじゅうは、中国や日本で、一般的な肉まんよりも小ぶりなパオズである。作り方、大きさ、見た目が、日本の信州名物のおやきと似ている。酵母で発酵させた小麦粉の皮で、ひき肉や野菜を混ぜた具を包み、平鍋と呼ばれる大きな調理器具やフライパンにぎっしり、詰めて蒸し焼きにする。焼き餃子と同じくカリッとした食感があって、焦げ目が香ばしいのに加えて、小籠包のように噛むと、パオズの中から熱々で旨味たっぷりの肉汁が溢れ出てきて、独特の風味が味わえる点が生鮮まんじゅうの特徴である。食べるものの好みにより、生姜を散らしたり、黒酢、醤油、ラー油、辣椒微塩などの調味料をつけて食べる。上海では、もともとしっかり味がついているものが多く、店には黒酢だけを備えていることも多い。上海には生鮮まんじゅうを専門に扱う料理店もあり、麺類などの簡単なメニューと合わせて販売する店もある。本来はおやつや夜食として食べていた料理だが、上海では店や屋台の中には朝早く開店する店もあるため、朝食としても親しまれている。小麦粉に水とラーメンと呼ばれる酵母を含む種を混ぜてこね、発酵するまで寝かせて生地を作る。中に包む具は、本場の上海では豚肉に豚の心臓を加えたひき肉に、木だけのシンプルなものが多く、味付けには、生姜、ローシュ、醤油などを用いる。しっかりと、スープが出るように、小籠包のように、ゼラチンで煮こごりにしたスープを混ぜ込むことが多い。生鮮まんじゅうは、本来、庶民の料理であるため、比較的高級料理である小籠包のように、ゼラチンを入れたスープを仕込むような特別な細工はせずに、済ます例もある。煮こごりを入れるものを、昆水、入れないものを、清水と呼ぶ。店によっては、キャベツ、白菜、椎茸、大黒具合、ニラ、キノコ、干しエビなどの材料を加えて作ることもある。イスラム教徒向けにタブーとされる豚肉の代わりに牛ひき肉を使い、キャベツ、玉ねぎを加えた牛肉まんじゅうを出す店もある。上海の専門店にはエビ、フカヒレ、カニ肉などを入れた高級な生鮮まんじゅうもある。平鍋は底が平らな鉄板の丸い鍋で、焼き餃子、鍋天のように多めの植物油で、底面だけを揚げるように焼く。中まで火が通りやすくするために蓋をし、焦げつかないように、時々鍋を揺り動かす。半ば焼けたら、少量の油をまんべんなくかけ入れて蓋をし、蒸し焼きにする。一度蒸してから油で焼く調理法もあるが、専門店では先に焼く。多くの店で、ごまやネギを上に散らして仕上げる。上海周辺発祥の料理であるが、現在は、中国の様々な地域と、香港、台湾の個別の店でも提供している料理である。中国では、冷凍食品もあり、家庭でフライパンを使って焼くこともある。台湾では、夜市の屋台で売られている庶民の夜の軽食である。香港では、上海料理店のメニューとして提供することが多いが、店頭販売をする専門的な店もある。日本においても専門店が数軒出現しているほか、個別の中華料理店で提供している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。